電気クラゲは、こういうものですね、こういうもので作ります、片方をまず結びます。結びますね。いらない余分なところを切り取ります。そしてこれを裂きますが、手でなかなかうまく裂けないので先を切ります。切り込み入れます。そしてこれを裂きます。こんな感じになりますね。用意するものはプラスチックの、コップ2つ、それから、型紙、これ後で説明します。それから、ペン、それからハサミ、それから、セロテープ、それからアルミホイルですね。これだけ用意します。まず、こんな感じで、周りに一周するように、こんなのを作ります。上が少し開いて、下いっぱいですね。こんな感じのを、切ります。これ型紙です。ここにアルミホイルを巻きます。でそのアルミホイルの、型を作るために、まあ、こんな感じで、まあ、適当でいいんですが、こんな感じのを、切り取ります。で、この型で2つ作ります。ではアルミホイルを出します。そしたらここで少し、横と下を少し多めに取ります。横少し多めに取って下もちょっと多めに取ります。1センチぐらい多めに取ります。間違えた。ここはこんなもんですね。こんなもんです。もう一つ取ります。ちょっと多めに横取って、下も少し多めに取って、こんなもんですね。こんな感じに取ります。そしたらこれをハサミで切ります。で、この余った部分をちょっと細長い帯を作ります。こんなんですね。でこれを2つに折ります。これ使います。あとこれこの辺りは使いません。ありません。はい、そうするとこの3つ、こんな3つができました。そうですね。はい、でこれを
ここに巻きます。巻きつけます。どういいかな。下をちょっと出るようにします。このくらい下をちょっと出るようにします。こんな感じですね。下がちょっと出るように。そして、テープで留めます。うん、留めます。この辺りも留めておきます。そして後ろを、底をちょっとこう中へ。こんな感じにしますね。はい、でこれここを止めてありますけど反対側止めてないのでちょっと落ちるといけないので反対側もちょっと止めます。はい、これで下へ落ちていかないと思います。これをもう一つ作ります。いいですね。止めた反対側もちょっと一箇所止めておきます。ずれないように。はい、これで同じものをされてきました。でこれを重ねるんですが、その間にこれを重ねる間にこれを入れます。ちょっといいかな。はい、そうするとこれは中側につながっています。 中のアルミにつながっています。で、この中のアルミと外のアルミとの間に、電圧が生じます。